ジョセフ・ノエル・シルベストルが、ローマ略奪野蛮とは、文明、文化に対立する概念であり、文化の明けていない状態あるいは乱暴で礼説を知らないことを言う。未開や祖谷と同義。しばしば自身を、文明と称する人々によって、相手につけられるレッテルとして用いられる。野蛮だとされる民族は、蛮族と呼ばれる。ここでは、例として、 欧州人の蛮族感を説明する。古代ギリシアでは、異国の民をバルバロイと呼んだ。歴史以前では、必ずしも、軽蔑のニュアンスはなかったようだが、ペルシア戦争で異国の侵入と破壊を経験した、あたりから、ペルシアへの敵外心、非ギリシア人への排外の感情とともに、英語のバーバリアンという語に込められるような別詞の、ニュアンスを含む用法になったようである。 ギリシア人たちは、自由な、ギリシア人に比べ、絶対的な王による、先生家のバルバロイには、奴隷の品性しかないと考えた。アリストテレスによれば、ギリシア人は、囚われても、自分自身を奴隷と呼ぶことを好まず、またバルバロイだけをそう呼ぼうとする。古典古代のギリシア人にとって、自分以外に主人を持つ者を奴隷とみなし、 家の中での課長イコール主人と奴隷の関係を立する論理と、主人イコール課長である自由人同士との関係を立する論理は異なるものであった。したがって、家の論理を拡張したものとしての王、イコール課長イコール主人に仕えるオリエントの、親民たちは奴隷に準じるものとして理解されたのであった。古代ローマ人にとっても、両外のガリア人、ゲルマン民族、 スラブ人は蛮族に過ぎなかった。ゲルマン民族がローマ領内に移動し、キリスト教による平等主義で強化されたヨーロッパ世界でもこの構図は形を変えて繰り返される。大航海時代以後、他の民族と接触する機会が増えても、ヨーロッパ人は新たな他民族についての知識をギリシアラテンの古典や聖書の伝統に関連させて解釈した。 中世カトリックでは人間は神と獣の中間に位置し野蛮とは多彩による強化されていない動物状態への代行と考えられる。スペインが植民地化した後のアメリカ大陸戦住民を奴隷として使用する是非をめぐってラスカサスとセプルベダとのバリアドリッド論争で奴隷使用を容認するセプルペダが論拠としたのは アリストテレスのバルバロイイコールドレーロンと共にインディオの風習に彼が見た自然に背く罪である。中世東ローマ帝国ではギリシャ人が中心となったために古代以来の蛮族の概念が継続された。当時のギリシャ人はローマ帝国の市民としてローマ人と称していたがローマ人以外の諸民族をバルバロイと呼んでいた。 17.18世紀の野蛮人を自然の代表とする文明批判の例としてはフランソワ・フェヌロンのテレマックの冒険イヤ・モンテーニュエセイに出てくるアメリカ・インディアンについての記述がある。エセイの第1巻第31章では理性と芸術に対して自然が称賛され野蛮という概念について考察を加えている。 この国には全くいかなる種類の取引もない、役人という言葉もなければ統治者という言葉もない、という一説が、そのまま、シェイクスピアのテンペストに引用され、ルソーのエミールもモンテーニュの自然賛美から多くの着想を得たという。ディドロは、ブーガンビル公開機ホイで、罪のない平和な未開民族に比べて、争いに明け暮れる野蛮なヨーロッパを批判し、 野蛮を未開人種の属性ではなく戦闘行為にも付与した。高貴な野蛮人は平和と寛容の象徴とされた。19世紀以降では植民地の進展とインディアンの反抗がヨーロッパ白人の意識に達したのか誇り高く自由な民としての高貴な野蛮人が現れる。ジェームズ・フェニモア・クーパーの小説、モヒカン族の最後、アレクサンドル・ブロークの詩 スキタイ人などでは、戦闘や復讐における残忍さも、自然力と無秩序の現れとして理解されている。ロシアでは、野蛮というものを、伝統、規律からの自由という政治概念として捉えていた。クロード・レヴィストロースの、野生の思考という概念により、サルトルの哲学を第一級の民族史的資料として、 閉じられた社会における未開人の関心のあり方と並べて見せたことはヨーロッパ人が自らをして野蛮を査定できるという優越感を無効にした。サルトルのレヴィストロースへの答えは腐敗した西欧社会を叩き潰すために自由な精神がベトナムの稲田南アフリカのハラのアンデスの高地から暴力の結露を切り開いて押し寄せるであろうというものだった。 ありがとうございます。